どうも、くまです。今回はスタッフからの質問で、爪が折れた時の補強の仕方を動画にしてみました。ではどうぞ。はい、ではこれからサロンワークでの爪の亀裂の補修をお伝えしていきます。スカルプでフローターしながら補修していきますので、一回サンディング、表面をしていきます。これジェルつける前の工程ですよね。ケアした状態で表面をサンディングしていきます。それでネイルワイプやアルコールなどで爪の表面の油分除去をしていきます。で、過程としてここにボールペンで書いちゃいますけど、ここに亀裂がある、亀裂が入っていると仮定します。で、ここを補修していきますね。当店で補修に使うのはネイルディダンスのヌードナチュラル、ナチュラルパウダーですね。長さ出しもこれを使うんですが、これを使う理由としましては、削りやすいんですよ。クリアとかピンクとかのパウダーに比べると、とても柔らかくて削りやすいので、サロン効率を考えてヌードナチュラルにしております。で、油分除去し終わった後にノンアシッドのプライマーを塗布していきます。で、乾かしまして、ここら辺を主に補強するためにかぶせていきます。ミクスチャーもあまり取りすぎず、これくらいのせていきます。で、ある程度緩んできたら触っていきます。この亀裂のところをしっかり厚みが出るようにカバーしていきます。こういう感じですね。で、他のところの厚みもちょっと押さえていきますね。で、手前に引いていっちゃいます。ただこれだけだとちょっとぼってりしてしまうので、段差を埋めるためにもう一個ちっちゃくミクスチャーを取っていって、段差を埋めるのもありかと思います。あとは、これ硬化しましたらその表面サンディングして仕上げてもいいです。で、さっきのちっちゃい亀裂の補修でしたが、今度は結構厄介なのがこうもうパカパカしちゃった、そういう場合は一回こうしっかり戻してあげて、グルーとかでこう仮止めしてもいいかなと思うんだけど、仮止めしたりとか、こう戻してあげて、くっついた前提で補修ですね。この場合はさっきと同じで、これプライマーをこう塗布します。この時はミクスチャーはこう真ん中にちょっと緩めに置いて、
左右に均等に分けます。でここから先端に向かって一回同じ均等な厚さで表面を覆っていきます。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、まあこんな感じで左右割と均等に持ってます。それで2ボール目、これで中央あたりに、まあ、これ亀裂によって違うんだけどね、中央あたりに乗ってまずこう繋いでいきます。段差でこちら側亀裂が入っている方が一番大事なんで、こちら側をしっかりこのように覆っていって、しっかり亀裂をカバーしてあります。でまあ、これだけサイドに両方持ってるから他の指に比べるとちょっとこうぽってりしちゃってるので、硬化が始まったらこれでピンチを入れてしっかり絞ってあげる。そうするとまあ他の爪と同じスマートさになるので、この辺はしっかりピンチ入れてください。まあ、さっきのちょっとだけ亀裂入ってる時はこっちも重ねちゃうとちょっと太くなっちゃうし、まあ、ピンチ入れる必要もないからここだけカバーできればいいんだけど、まあ、ちょっと表面ポコッとしたかもしれないけど、まあ、そんなに気にならないかな。ただこれになるともう全部覆わなくちゃいけないから太っちゃうね。だからしっかりこうピンチを入れて細くします。まあ、ジェルでシルク貼って補強っていうのもあるけど、多分こっちの方が短時間で、まあ、しっかり硬さも出て簡単に補強できるかなと思うんで、まあ、こっちがおすすめですね。まあ、こう触ってある程度硬さができてきたら硬化が始まったので、サイドからグッとピンチを入れます。まあ、この時なんかこうそれがグッとやるんじゃなくて、こうこの親指のこの爪の腹でこうグッとこう巻き込むようにやってあげると割と痛くないピンチかな。でこれもちょっとこう戻りやすいので少しきつめにピンチ上げ入れてあげるとちょうどいい太さになってくれます。でまあ他の指と見比べてもうちょっと入れた方がいいかなって思ったら、まあこっち側がちょっと重いから、うん、こっちは指の腹で柔らかいところで押さえてこっちだけ押してあげると、左側だけピンチが入るから、また同じようにこう両方入れちゃうとこっちがちょっと細くなりすぎちゃうんで、まあ、こういう感じに入れてあげると。ちょっと質問してもいいですか？うん、なんかサロンに来る直前ですごいそこまで亀裂入っちゃった人がいたとして、うん、ちょっと出血とかしてる場合ってどうすればいいのかなと思って。すればいい、出血中で出血ちょっとしてる方とか、基本的に出血してたらやらない方がいいかな。血が止まってないと、はい、まあ、その出血の度合いにもよるけど、傷とかあるとリキッドとか油分除去するネイルワイプ、アルコール、プライマーみたいなこう強い薬品を使うのでちょっと怖いよね。まあ、痛みとかもあるし、うん、何かトラブルになること可能性もあるから、まあ、なるべくそれは避けた方がいいかな。はい、とりあえず、まあ、傷口をちゃんと塞がってから整列してください。はい、ありがとうございます。でピンチが入りました。まあ、こんな感じで、まあ、これで
自分だったらまあそんなに凹凸もないからこのままジェルつけちゃいます。ただまあ最初にちょっとボコボコしちゃう可能性もあるので、表面このようにサンディングして、触って表面凹凸ないか確認して、それからジェルを塗布してください。ただこれ削りすぎちゃうと、せっかくフローターしたのに、補強したのに、意味がなくなってしまうので、削りすぎないように気をつけてあげてください。こういう感じになりますね。これもしっかり厚みもあって、ちょっと分かりにくいかな、これぐらい、まあ、ディズムに比べるとちょっと厚みが、クレジットカードぐらい、クレジットカードもないか、ちょっと厚みがあるので、まあジェル乗っければもうこれで完璧ですね、補強は。はい、先ほどの動画内のあずさの質問について補足させていただきます。爪が直前に折れて出血のあるお客様の対応なんですけど、どれくらい出血してるかとか、そのどれくらいの傷かにもよるんですが、基本的に出血があったらそこの爪はやらない方がいいと思います。1本折れてる状態だったら、まあ、そこだけちょっと絆創膏してもらって、まあ、後日治ったら来ていただく。で、他の9本は、まあ、ネイルをしていただいて帰っていただくのがいいのかなと思います。まあ、そこら辺はそのお客様に対するカウンセリングだったりとか、アナウンスの仕方によっても変わってくるとは思うんですが、そんな感じで対応してみてください。では今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。